3月15日金曜日午後5時となりました今週を振り返り来週を先取りするレビュープレビュー BS テレ東岸本芳生です早速今週のレビュー日経電子版で読まれたランキングを見ると今日入ってきてまさに弾丸ライナーのように伸びました第5位大谷翔平選手がのニュースが5位に入っています大谷翔平選手が妻との写真投稿ということで傍らに寄り添っ いる妻の写真なんですけれどもこれについてイギリスの公共放送 BBC など海外メディアは元バスケットボール選手の田中真美子さんであると報じていますさあランキングに戻りまして1位は日本の民間ロケットで初めて人工衛星を宇宙空間の軌道に投入する計画だったカイロス。 ご覧のとおり発射直後に爆発しましたもう衝撃的な光景だったわけですけれどもこれに専門家の一言コメント t h i n がついています元宇宙飛行士山崎直子さんです ハイロスロケットは増える小型衛星の打ち上げ需要を満たしていくとともに衛星受け取りから4日で打ち上げることを可能にし異常発生時の指令破壊も機体側で自動で判断させる自立飛行安全を取り入れるなど数々の挑戦をしています今回初号機ですので原因究明の上飛行再開に向けて着実に軌道に進んでいってほしいと思いますで日経し日経の春秋コラムにも書いてあります 初号機に失敗はつきものだ次に生かせばいい試練を乗り越えてこその夢であるというところですさあ今週経済で言いますと日経平均株価市場最高値4万円台に入った楽観相場から円高の冷水とさらに日銀はしご外しと株安となっていますえ、今週に入 でドル円相場が一時146円台の円高に触れましたで株の方も、まあ、今日も99円下げてますで、えー、先週の月曜日4日につけた4万円飛び109円の市場最高値から2週間今日の金曜日までは、まあ、合わせて1400円ほど下げましたなぜ円高株安なのかそれは これまで非常に低い金利で株価を支えてきた日銀のマイナス金利政策の解除が来週の金融政策決定会合で決まるかもにわかに日銀警戒相場となってきたからです。上田総裁は、 今週火曜日の国会答弁で、今週の追加的情報で総合的に判断するんだと述べました。で、この追加的情報とは何か、それは賃上げがしっかりできているかということ。果たしてこの翌日です。水曜日でした。 労使交渉の集中回答日では賃上げ5%超相次ぐ製造業の8割が満額回答というまさに賃上げラッシュとなったことでマーケットでは上田総裁今月のマイナス金利解除つまり17年ぶりの利上げに踏み込むのではという見方がにわかに広がりましたしかも短期の金利をマイナス0.1%とするマイナス金利を解除するだけではなくて この YCC、10年の長期の金利も合わせてこうした金利の曲線、イールドカーブ、YCC、イールドカーブを低くコントロールするという、このイールドカーブコントロール、YCC もやめる、さらに日銀が ETF、上場投資信託を買うという、まあちょっとね、普通の先進国の中央銀行では、まずやらないという、この ETF 買い、この3点、全部を同時に解除するのではないかという思惑さえ、 広がっています。 このまま来週のプレビュー行きましょう。なんといっても、月曜日から始まる日銀の金融政策決定会合。結果は翌日火曜日、十九日に出ます。さらに、アメリカでも金融政策を決める会合が開かれます。アメリカの中央銀行、frb、連邦準備理事会の fomc、連邦公開市場委員会です。こちらは、結果、日本時間で木曜日、二十一日の未明に出てきます。ということで、日経ライブでは。 まさに日銀についてはマイナス金利解除はあるのかどうか火曜日の午後6時30分から日銀の総裁会見も含めてスピード解説をします BS テレと日経ニュースプラス9でもこの19日火曜日に日銀の結果についてもちろん特集をします そして、この木曜日21日には FOMC の結果を受けてこの FOMC、今回は利下げをいつ始めるか日銀は金利を上げていく方向ですけれども FRB は利下げをいつ始めるかが焦点、今回は FOMC 参加者の利下げ見通しも出てきますのでそれとパウエル議長の記者会見の内容を合わせて木曜日午,後午前8時から利下げへの距離感はということで読み解いていきます。 ここで日経ライブもう一つお知らせがあります。中国の国会にあたる全人代全国人民代表大会は終わりました。習近平政権一体どこへ向かうんでしょうか。桃井由里中国総局長が読み解きます。実は私が聞き手となりまして、来週月曜日の午後5時から、えー、とぜひご覧ください。 とといったところでレレビビュューー。プレビュー来週は東京で桜の開花予想も出ていますけれども、果たしてマイナス金利解除で日本経済脱デフレの花が咲いていくんでしょうか歴史的な1週間となるのでしょうかまた来週金曜午後5時にお目にかかります